ストの杯を高く掲げたとき、君はそれを祝福でいっぱいにしてくれた。感謝。そして君、千恵ちゃんは杯に満ちた災いを拭い去ってくれた。これまでの僕は全て過去の幻だ。生まれ変わった僕は神聖な君の胸に包まれて最高に幸せになった。私もずっと酒飲みだったんですけど、最近おかげさまである程度自粛するようになりました。ありがとう。毎日迎えられるようになってとても幸せな思いでいっぱいです。
ご興味ある方は30分無料体験レッスンも受けれます。小葉敏夫さんはなんと、知恵さんの東京でのお弟子さん第1号とお聞きしております。続いて新郎新婦の質問コーナーに移りたいと思います。皆様が先ほど書いてくださった質問から7分間2人がお答えしてくださいます。この質問をどんどんやっていきます。はい、いきなり来た。お子様はどうするのですか？計画があれば教えてください。はい、今私の人生における一番の目標は妊活です。はい、頑張ります。一生懸命頑張ります。それがもう何より幸せです。全部いるからね。